それでは確率論第4回の講義を始めていきたいと思います。まずこの講義を始める前に今までの3回の簡単な復習だけしておきます。まずこの講義第1回では確率に関連した基本的な概念の説明導入というのをやりました。で、中でも重要なのが確率変数、そして分布関数、もう一つが確率密度です。でこの確率密度というのは確率変数がある値を取った時の確率がどの程度なのか、確率そのものではないんですね。あくまでもその密度です。それが、どの程度のものなのかというのを表している関数です。なので確率密度という言い方もしますが、確率密度関数という言い方もします。でこの講義ではこの後確率密度、確率密度関数両方、用語を使っていきますので、そのことを一つ覚えておいてください。その第1回の講義の後、第2回では期待値とモーメントという話をしました。でこれはモーメントという概念の導入ですね。そしてこのモーメントというのを使うと、そこから平均、標準偏差、分散という確率密度の状態を表す概念、概念ではないですね、量です。確率密度の特性を表す量というのを求めることができるという話をしました。そして前回第3回ではモーメント母関数というのを導入しました。これはエクスポーネンシャル TX という関数の期待値です。でこのエクスポーネンシャル TX の期待値、モーメント母関数、このモーメント母関数の T の形状の係数から、形次のモーメントが求まるという話を説明しました。その上で今回第4回では確率変数の変換という話をしたいと思います。でこれは確率変数、今までは X というのだけが代表として出てきたんですが、その X に何らかの、変換を加えます。例えば線形変換みたいなものですね。例えば X を何倍するとか、何かを足してやって横にずらしてやるというようなことをやります。でそうなった時に、じゃあ確率密度関数がどういうふうに変わるのかというのを今日見ていきたいと思います。それが確率変数の変換です。それでは、今日の内容入っていきましょう。それでは早速今日の具体的な内容に入っていきましょう。今日勉強するのは確率変数の変換、確率変数の変数変換です。確率変数の変数変換です。これどういうことなのかっていうのをまずここにまとめますね。僕たちが今からここでやりたいのは、確率変数、今まで大文字の X で書くことが多かったんですが、これを例えばある別の確率変数 Y にしましょうということです。でこの X と Y の間には何らかの関係があります。例えば、Y=X^2 とかでもいいんですが、これあの後でもう少し具体的なところが出てきます。でこれ変換するの自体はただこう X を Y にするだけなんで、非常にシンプルなものです。じゃあ何が問題なのか、何を我々考えないといけないのかというと、それはこういうことです。 X に対応した確率密度、もしくは確率密度関数という言い方ももう示唆してますが、確率密度 F(X) というのがあります。でそれに対応して、X に対応する Y、 この Y に対応して、 Y に対応してもう一つ確率密度が出てくるんですね。それが G(X) です。 G(X) というふうに書きましょう。これが一応書いておきます。確率密度です。で我々がここで知りたいのはどういうことなのかというと、つまり G(X) こいつと F(X) X の確率密度 F(X) と Y の確率密度、これ間違えました、 G(Y) ですね、 G(Y)、この X の確率密度 F(X) と Y の確率密度 G(Y) この2つの間にどういう関係があるのということが知りたいわけです。この2つの関係は、これを、今日は探っていきましょう。で、どんどんいきますね。で、例えば、この問題、もう少し直感的にどういう問題があるのかというのを見ていきたいと思います。例えば、F(X)、X の確率密度がこういう形をしていたとします。
こっちが今 x ですね。でこれが f of x で、例えばこれがこういう形をしていたとしましょう。で、これがある変数変換 x から y によって、y の確率密度に変わります。それが g of y です。で例えばね、x がギューッとこう x がこうあって、これがギューッと変な感じで引き伸ばされて、y になるというふうに考えましょう。で例えば対応を書いてみますね。 x ここはこうですと。で例えばこの x というのは変換によってこの辺りに行きますと。でこいつはギューッとこの辺に行きますと。こういう感じですね。でこれ、今この図ちょっと分かりにくいかなと思うんですが、この図から僕が言いたいのはこういうことです。例えばこの辺りっていうのはこの密度とこの密度ってあんまり変わらないんですよ。少し y の密度っていうのは下がってますが、x に比べて y の密度っていうのは少し下がってます。ところがこっち、ここ、例えばこことここって同じぐらいしか隙間空いてないのに、こっちでもものすごく大きく空いてるんですね。もう一回いきます。こことここの隙間は同じです。今この絵だと、でもこの隙間っていうのは今 y ではこの隙間になってます。ところがこっちの隙間、ここと同じぐらいの大きさの隙間なのに、こっちではここよりもだいぶ大きい、こういうふうに広がってるんですね。じゃあこういう変数変換 x から y というのをやったときに、 y の確率密度 gx というのはどうなるんでしょうかということです。でこれまず直感的にいきますと、これ x がギューッとこう引き伸ばされているので、当然この確率密度も f of x も引き伸ばされて g of y になるんじゃないかというふうに考えます。でここまではいいよね。なんでこうギューッと引き伸ばされるわけです。でところが引き伸ばし率としては、もうちょっときれいに書きますね。引き伸ばし率としてはこの辺りの引き伸ばし率の方が高いわけです。こっちの方が思いっきり引き伸ばされてるよね。でこっちはまああんまり引き伸ばされてないわけです。なんでただこうギューッと引き伸ばされると考えていいのか、こういう時に。でこっちの方引き伸ばされてるからギューッと引き伸ばされました。でこっちも少し引き伸ばされてるんで引き伸ばされました。でそうするとこれをこう引っ張ったような形になるわけです。ところがこれだけではダメなんですよ。なぜならこいつが確率密度だからです。密度、ここが問題だったんですね。なんでこの部分でギューッと引き伸ばしてやると、密度は思いっきり引き伸ばすと密度はどんどん下がっていくよね、こういうふうに。なんでこれ実はただ引き伸ばすだけじゃなくて、引き伸ばし率が大きいところに関しては密度もこうギューッと下がっちゃうんですよ。でそこをきちんと考慮して、確率密度の変換というのをやらなくちゃいけませんよというのが、実はもういきなり今日の核心になってきます。でじゃあそれをどうやってきちんと数学的に考えましょうかというのが今から僕たちがやることです。で、そのためにいくつか、概念記号ですかね、書き方、シンボルとかノーテーションという言い方をするんですが、それを導入しておきましょう。まず一つがここです。これを y の微小量ということで dy と書きましょう。でそれに対応した確率変数 x の微小量を dx と書きます。なんで、dx が dy になるわけです。でただこの dx が dy になるときに、今この例だと引き伸ばされてます。で場合によってはこれがこうギュッと縮まったりっていうことも起こるんですが、で dx がある量 dy になります。いいかな。でただし、この dx がどういう割合で dy になっていくのかっていうのは、そもそも x と y に、依存します。例えばここだったらあんまり引き伸ばされてないのが、ここだと思いっきり引き伸ばされてるっていうのが、つまりこの変換自体が x に依存するっていうことですよね。いいかな。で、まずただそれはもう今から詳しく式で見ていくので、一回分かんなかった人はもうそういうもんだと思って先に進めちゃって大丈夫です。で、その上でもう一個、確認しておくのが、この dx と dy っていうのは両方とも正の値として定義します。
なんで符号を持たないある量、大きさとして考えていくことにします。じゃあ、この dx と dy を使ってさっき問題を定義した fx と gy、 この2つの間にどういう関係があるのかというのを見ていきましょう。で、これ実はもういきなり答え出るんですよ。これ確率密度、今議論しているのは確率密度、密度だっていうのが問題になるっていう話をしましたよね。ってことは、これどういうことなのかっていうと、ちょっとぐちゃぐちゃっと書いちゃって分かりにくかったかな。ここ一回消しますね。よっ。ここが今この図だと、ここ、これが、デルタ X、あ、今、dy、dx って言っちゃいましたね。デルタ X、デルタ Y です。ここがデルタ X です。で、問題はここなんですね。今、さっき書いた図だと、あたかもこの範囲がこの範囲に変換されましたっていうふうに考えました。で、ところがこれ全体が確率密度です。っていうことは、ある確率変数 x がここからここ、デルタ x の表されるこの範囲の値を取る確率っていうのは何なのかっていうのを考える必要があります。そうするとそれがここなんですよね。ここの面積です。書いちゃいましょう。ここの面積、これが、確率変数 x がこのデルタ x、 この部分、でこれの幅がデルタ x です。この部分の値を取る確率です。それがこの面積で、この x を y に変換するんですが、そうすると今度はね、デルタ x のこの範囲っていうのはこのデルタ y の範囲に変換されます。で、その上で、じゃあ、ここのさっき出したこの確率の部分っていうのはどこにこの変換後対応するのかっていうのを考えるわけです。で、そうするとそれは同じようにこのデルタ y、 この範囲のこの確率密度の下のこの部分ってことですよね。いいかな？ってことはだ、ここでこの確率保存するっていうのを使っていいわけです。この面積とこの面積っていうのは同じ状況の確率を議論してるんで等しくなるはずなんですよ。いいかな？なんで、逆に、さっきの話に少し戻すと、このデルタ y、 この引っ張り率が大きくなればなるほどこの山が下がるはずですよねって言ったのがそういうことですよね。幅が広くなって山が下がる。で、そうすると結局この面積っていうのは保存されるわけです。いいかな？なんでこれ今ぐちゃぐちゃって言っちゃったんで式で書いた方が分かりやすいと思います。つまりここで言いたいのはこういうことが成り立つということです。f of x かけるデルタ x イコール g of y かけるデルタ y です。いいかな？で、これがもういきなり出てきた今日の核心です。で、じゃあこれをもう少し、ひねり回してきちんと使える式に変えていきましょうというのが今からやることです。なんでスタート地点、ここもう一回書き直しますね。f of x デルタ x イコール g of y デルタ y です。で、ここで、このただデルタ x デルタ y っていうのは今僕たちが適当に定義したあの値ですよね。僕がこう適当にこの図に書いちゃっただけです。なんでデルタ x とデルタ y の関係が分かんないよね。この関係はここまで来てもやっぱりデルタ x とデルタ y の関係が分からないと先に進めないわけです。じゃあどうするのか、ここでデルタ x とデルタ y が0になる極限を考えます。とそうするとこの式どうなるのかというと、デルタ x デルタ y が0になる極限ではこいつらが dx dy になるよね。なんでこれ微分になるんですよ。
微分のテクニックが使えるようになります。で、書き直します。これ、こいつら全部合わせてやると、この式は f of x dx イコール g of y dy になります。で、ただし、今気をつけてほしいのが、dx dy っていうのは両方、0より大きいっていう仮定を使っていいというのが、というふうに仮定しているというのを忘れないでください。いいかな。微分積分で dx dy が出てきた時っていうのはこいつらマイナスにもなるよね。でも今は、プラスの時だけを考えてます。なぜなら、このデルタ x デルタ y っていうのがこの幅だけを考えている符号のない絶対値の値として考えているからです。なんで、dx dy っていうのは今正として仮定しています。いいかな。で、この式まで出てきました。ここまではいいよね。一応おさらいしとくか。この幅とこの高さ、つまりこの下の面積っていうのを考えてやると、これがある確率ですと。で、この dx が小さいと仮定すれば、この面積っていうのは長方形と一緒なんで、f of x かける、デルタ x、僕結構 dx って言っちゃうね。この黒板見て適宜判断してください。何回か言い間違えると思うんで、デルタ x と fx で、このデルタ x が小さいと考えれば、この下の面積というのは f of x かけるデルタ x で表されるわけです。で、同じようにこの部分の面積っていうのも、デルタ y かけ g of y で表されます。で、その上でこのデルタ x とデルタ y がどん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 小さくなるというふうに考えます。ちなみに今、この話をした時に、デルタ x デルタ y そんなこれ小さくないじゃないですかって思った人いるかもしれないですけど、大丈夫です。この後小さくしていくので、多少この段階でなんかずれてるなと思って、この段階でちょっとずれてるんじゃないのと思っても問題ないところまで小さくした極限での話を今からしていきます。で、実際デルタ x とデルタ y 小さくして dx dy にします。で、そうするとこの元の式がこういう式になります。で、この式を整理してやれば、実は非常にシンプルに微分の式が出てきます。これはつまり g of y イコール f of x かける dx dy です。で、これポイントはこいつですわ。これ一体何なのかっていうと、ここは x を y の関数として表して関数として表したものをかな表したものを y で微分したものです。で、ここでちょっと教科書の書き方と違う、変えるところがあるので1個言っておきます。これね、教科書ではこの式が出てくると思います。で、ただよく一般的に使われるのでは、この、dx dy この部分の微分に絶対値をつけてしまいます。で、これなんでかっていうと、普通に微分でやっちゃうとこの dx dy っていうのはマイナスにもなるよね、さっき言った話です。で、ところが今考えているのは dx dy ともに絶対値を取った上で考えています。なんで、そこの、絶対値を取る取らないほにゃほにゃというのを気にするんだったら、もう最後微分したやつに絶対値を取ってやればいいということです。で、そうすると実はこの先、これをヤコビアンとして、この先ってこの授業ではなくて、別の講義でやっていくことになると思うんですが、この先これを拡張して多変数とかっていうのを考えていくときも、実際ヤコビアンっていう一般的な微分積分でも習ったんじゃないかなと思うんですが、その概念を導入することができます。なんで教科書ではこの絶対値記号ついてないんですが、これはこの授業では微分した後に絶対値を取るというふうにして考えてもらって大丈夫ですということです。で、
実はもうこれで今日の難しいところというか一番重要なところは終わりました。そういうことを言うと、そうね、僕も学生時代そうだったんですが、そういうことを言うと聞かなくなる人がいるので、一番重要なところじゃないですね。今日の核心は終わりました。で、今から、これについていろいろひねり回しながら理解していきましょうというのが今日の講義の残りです。じゃあそのために何をやればいいのか。まずやることというのが、例を実際に解いてみましょう、見てみましょうということです。実際に確率変数の変数変換の例を見てみましょう。例、これちなみにテキストの、52ページの例4というやつですね、を実際様子を見ていきましょう。で、ここでまず扱う変数変換は何なのかというと、y イコール ax プラス b、 線形変換ですね。ここのこいつ、この x っていうのが元の確率変数、それを a 倍して b 足してやる。そうすると新しい確率変数 y が出てきます。で、この時に x、こいつちょっと色変えようかな。この x が従う確率分布を、確率密度を、f of x というふうにします。で、この y が従う確率密度を g of y としましょう。これが確率密度です。で、ここでどうやって進めていこうかな。で、そうか、ちゃんとこれを、今度は x の式に変えていこうかな。今扱っているのが y イコール ax たす b って式ですよね。で、これを x イコールの形に直してやります。そうすると x イコール a 分の1かける y 引く a 分の b。 ここはもう全然いいよね。で、これまとめてやると a 分の1かけy 引く b になりますということです。で、今なんでこれをやったのかというと、なんでこれを求めたのかというと、我々が、このこれですよね、 g of y と f of x の関係を出すのに知りたいのはこいつ x を y で微分したものだからです。なので今与えられたこの y を x で表した式を x を y で表した式に変換してやって、今からこいつを微分してやります。いいかな？いいよね。割と、ストレートな議論をしていると思います。なんでここから x の y の微分というのを計算してやるとどうなるか。これもう分かるよね。a 分の1です。これただの一次式なので、こいつが微分すると1になって、こいつだけ残って a 分の1になりますと。いうことです。で、その上で今僕たちの表記だと絶対値を取りましょうという話をしていたので、ここが重要になりますということです。で、ちょっと書く場所変になっちゃいましたが、以上をまとめると最終的な答えが出てきます。最終的にはg of y が、次のページに書こうかな。あんま窮屈でも。こういう感じで書きましょう。そうすると、ここから g of y の形が出てきます。g of y は f of x かける、こうやってね、dy dx の絶対値。なので、これは f of x かける a の絶対値分の1です。で、この、f of x、ここに、これね、f of x、これあくまでも x の関数なので、こっち、ちょっとぐにょぐにょっとしちゃった。もう一回言い直しますね。今求めたいのは、まずここまでいいよね。で、その上で今求めたいのは g of y、これは y の関数です。で、ところが右辺 f of x、これ x の関数です。なんで、これこのままではダメなので、これですね。x イコール、こっちでもいいや。x イコール a 分の1かけ y 引く b。
これをここに代入してやりますと。この x に代入してやります。でそうすると最終的な答えが出てきて、これはこういうふうになります。 a 分の1、これ、これがここに来たのね、a 分の1かける f カッコの、x を y で置き換えてこういうことになりますということです。一応ここにもう一個書いておきましょう。 g of y です。これが最終的な答え。いいかな。で、今のところ重要なところなので、もう一回この流れ復習しますね。今僕たちがやろうとしていた、やっていたことっていうのは、x イコール ax プラス b という変数変換。これ x を y に変換する変数変換です。これを与えたときに、y と x それぞれの確率密度、g of y と f of x、この関係がどうなるかという問題です。で、より具体的に言っていれば、f of x を g of y に変換しましょうという問題だったわけです。で、じゃあそのためには何をやるのか、何をやる必要があるのかっていうと、ここで使うのがこの式でした。g of y イコール f of x かける dx dy の絶対値。なのでこの dx dy を求めないといけないっていうのは気づくわけです。じゃあ求めてみましょう。y イコール ax プラス b、 これをまず変換してやって、整理してやって、変換整理してやって x イコールの形にします。 x イコール a 分の1かける y - b で、この x を y で微分してやるとこうなります。 a 分の1ですね。で、さっきの式これです。 g of y イコール f of x かける絶対値の dx dy、 この dx dy に a 分の1を代入してやるとこの式が出てきます。g of y イコール f of x かける絶対値 a 分の1です。で、ただこの状態では左辺は y の関数なのに右辺は x の関数になっちゃってます。で、これだとちょっとまずいので、この x イコール a 分の1かけ y 引く b という式、この x をここに代入してやって整理するとこの形になります。 g of y イコール絶対値 a 分の1かける fオブ a 分の1かける y 引く b です。で、そうするとこれ両方ともちゃんと y の関数になってるよね。で、これが g と、ごめん、 y 確率変数 y の確率密度 g と確率変数 x の確率密度 f の関係です。なんで f が分かってれば g of y、 f of x が分かってれば g of y も出てきますということになるわけです。いいかな。で、その上で、この例で出てきた一次変換による確率変数の変換、これがどういう性質を持っているのかというのをもう少し一般的に見ていきましょう。一次変換の、一次変換のによる確率密度変換、ごめん、確率変数変換の一般的性質。一般的性質っていうとちょっと分かりにくいと思うんですが、ズバリこれ何をやるかというと、この一次変換型の確率変数変換によって平均と分散がどういうふうに変わるのかというのを見ていくことになります。で、ここで平均と分散、用語、記号を整理しておきますね。μx、これが、変換前の確率変数の平均です。x の平均。で、変換後の平均っていうのを、μy にしましょう。これいいよね。μっていうのを平均で使うっていうのは今までもやってきたことです。で、分散。分散の方はどうなるかというと、シグマ x の2乗とシグマ y の2乗です。で、もちろん、シグマ x の2乗、こっちの方が変換前の x の確率変数 x の確率密度 f of x の分散です。で、こっちは変換後、確率密度、ごめん、確率変数 y に対応した確率密度 g of y の分散です。
いいかな。あ、一応書いとくかな。これちょっと分かりにくいですね。こいつらは f of x の平均と分散です。で、こいつら、こいつらは g of y の平均と分散です。この辺冷静に考えればすぐ分かるところなんですが、ここ、混乱しちゃうとその後の議論が訳が分からなくなって面白くなくなるので、忘れずにきちんと今把握しちゃってください。で、その上で次に行きましょう。で、その上で僕たちが今やりたいことっていうのは、この変換後の mu of y と変換後の y の g of y の分散、シグマ y 事情ですね。μy と、まあ、μ of y って言っちゃいました。μy です。僕たちが知りたいのは、この μy と、このシグマ y 事情分散。こいつと、μx、シグマ x の事情。こいつの間にどういう関係があるのかということです。よりはっきり言ってしまえば、こいつらがどういうふうにこいつらで表せるのかということです。じゃあ実際見ていきましょう。まず、変換後の平均 μy からいきますね。 μy、 これ、計算していきましょう。平均ってどうやって計算するんやった？覚えてるかな？一時の平均ってのは一時のモーメントだから、確率変数に確率密度をかけてマイナ無限大からプラ無限大まで積分するんやったよね。で、今ここは y や、でここも g of y で、こいつら分からないわけです。なんでどうするかというと、今僕らが知っている x と f of x に置き換えていきます。じゃあどうなるのか。まず積分はそのまま降りてきて、この x ね、あごめん y ね、この y はこういうふうに変換されるって考えます。あごめん、今大前提を言うの忘れたね。今考えているのはさっきと同じ変数変換です。なんで y イコールAX プラス B、 これね、まあ、すごく重要なこと言うのを忘れてました。こういう変数変換をすることを考えてます。さっき考えてたのと同じ変数変換、一次変換です。で、そうする と、この Y っていうのはこれ Y イコール AX プラス B だから AX プラス B に置き換わるわけです。で、この G of Y、 これはfx でどうやって表されるのかって話なんですが、ここはさっきちょっと勉強した話で、こいつは f of x かける dx dy やったよね。で、dy ってなります。で、ここで注目してほしいのが、ここ微小量 dy とこの dy、 この2つは打ち消し合います。ぴょんぴょんと、いいかな。で、今これ絶対値記号の中になるあるのに、こんなことやっていいんですかと思うかもしれませんが、これ大丈夫です。なぜならこいつを取り出して、でこの中の符号っていうのはここの中残っても、ここは絶対値があるから一緒ということになるわけです。で、そうするとだ、こいつね dx ここに残るよね。絶対値にしないといけないっていうのは考えないといけないんですが、今ここはもう正だと仮定して大丈夫なの。気になる人このパターンで見てってください。正だと仮定して大丈夫なので、これ単純に積分になります。でこれ整理しますね。で、そうすると、これ2個ここあるので、2つの積分に分かれます。で、1つ目がこの AX に対応したやつ、 A が外に、積分の外に出てきて、マイナス、無限大からプラス無限大まで x の f of x の dx になるわけです。で、次、あごめん、ちなみにこれさっきなんかゴニゴニョって言っちゃったけど、ここ、気にしなくて正で大丈夫ですって言ったのは、今もう一回この dx を正だと定義し直してるからですね、積分の中で。で、ちょっと今のところロジック結構難しいところで、そのせいで教科書の方もこうゴニゴニゴニョっと、ごまかして書いてるんですけど、冷静に考えていけば一つは分かります。で、
冷静に考えていまいち分かんないっていう人はもう気持ちよく忘れて、もうそれはそういうもんなんだと思ってくれても大丈夫ですということです。なんでここなんかロジックよく分かんないと思って、そこに引っかからずにもうさらっと、この式からこの式っていうのはちゃんとつながってるっていうふうに考えて、先を急ぎましょう。でこの第2項いきますね。で第2項はこのプラス b に関連した項です。でこれがプラス b、 b 定数なんで積分の外に出てきて、積分の中に残るのはこいつや f of x の dx で、ここでどうやって計算していくかってことなんやけど、この人どうなるかってわかる？これもう第1回とか第2回で勉強してると思うんや。これね、f of x の形わかんないのにこんな積分わかりませんと思う人がいるかもしれないけど、そんな話じゃないんですよ。もっと簡単なんですよ。これって確率密度でしょ。で確率密度ってある規則に従って定義されたよね。何やったと思う？規格化です。つまりこいつは全領域 x 全領域で積分すると1になるように定義されてるわけです。定義そのものです。ってことはこの部分、このそれ全領域に積分するってここやんな。これがそもそも1になるように f of x は定義されてるってことです。なんか変な書き方、こうやね。なんでここ1に置き換えてやると、そうするとこれも b だけ、ここ b だけ残ってこいつ消えちゃうわけ。いいかな。で、なんで僕ら本当に考えないといけないのはここだけで、ところがこいつなんや、 x に f of x 確率密度、確率変数の1乗に確率密度をかけてやってマイナス無限大からプラス無限大まで積分する。この人もなんか見たことあるよね。よく見るよね。これ一時のモーメントですよね。ってことは一時のモーメントって何やった？平均や。ってことはこいつは x の平均 μx になるんですよ。でこの人1や、この人1や。ってことはこの式も非常にシンプルになって、この式は非常にシンプルになって a かけ μx プラスここ何になる？ここが1やからこの b だけ残ってきて b、 これが μy イコール ax、 あごめん、 μy イコール a かけ μx プラス b っていう式にまとまっちゃうわけです。これが μx と μy の関係の式です。これ重要です。この式重要、いろいろ使う、使い出のある式です。でしかもこの式っていちいち頑張って覚えようとか思わなくても、大丈夫で、もう見たらわかるんですよね。これつまりこの変換 y イコール ax プラス b の y を μy にして x を μx にしてるだけ。つまり一次変換、この形の確率変数の変換に関しては、他の場合ちょっと違ってくるからね、気をつけてください。この場合の確率変数の変換に関してはシンプルに、平均も同じ変換をしてやればいいですよという式です。 μx を a 倍して b を足してやれば変換後の確率変数と確率密度から求められる平均が出てきますよということです。いいかな。ここまでが、1個目のポイント、変換後の平均がどうなるかということです。じゃあ続いてもう1個の変換後の分散がどうなるのかというのを見てみましょう。変換後の分散はでどうやって考えていくかっていうのは同じ作戦を取ります。まず分散 σy の2乗というのを、定義で決まってる式で書いてあって、それを展開していくというのでいきましょう。で分散の定義ってみんな覚えてる？これも期待値やってね。分散っていうのは何の期待値なのか、平均周りの2乗のモーメントでした。つまり y-μy の2乗の期待値です。
期待値なんで y 引く μy の2乗と飛んじゃったね。y 引く μy の2乗に確率密度 g オブ y をかけてやって、g オブ y をかけてやってマイナス無限大からプラス無限大まで積分しますということです。で、このここね、この中展開していきましょう。そうするとこの式はマイナス無限大からプラス無限大までの、まず、そうか、展開する前にここね、ここに、y イコール ax 足す b、 この x、これをこの式をここに代入して、x に変換してやります。なぜなら今これを x の式に求めることで元の f of x と、このシグマ y 事情の関係を求めていこうっていうのが作戦やからね。いくね。で ax 足す b 引くことのこれ μy です。で μy 何やった？これですよね。でこれ代入してあります。括弧して a μx 足す b です。でこれの事情、これの事情、きれいに書こうかな。きれいにと言っても僕字が汚くてよく怒られるんですが、こうです。中括弧に、きれいに中括弧にしておきましょう。で、ここに今度は今、これだと gy のままだから、ここも、fx にしたい。なんでこれ fx にしましょう。でただ、勝手に fx と置き換えしちゃダメやったよね。ちょっと端っこになっちゃったけど、これに加えて dx dy で dy や。でさっきと同じトリック。こいつら消えて、今この dx 正だって考えていいので、この絶対値も消えてここに戻ってきて、これ全体はただのもう一回 x の積分になったということになるわけです。ちょっとぐちゃぐちゃってなっちゃったんで、どうしような。これ消して、今これビデオで見てる人ノート取ってくれてると思うので、ここは dx っていうふうに整理したやつを書いておきましょう。で、そうするとこの式をさらに整理していくとこうなるよね。マイナス無限大無限大でもこの式の整理の過程はシンプルなので特に説明せずに結果だけ書いちゃいましょう。 μx かっこ地上の f of x dx でさらにもう一段階整理して a 地上マイナス無限大プラス無限大、今一応説明するか。こいつをここにかけて外に出したのね。で、こいつは地上で残るわけ。 x 引く μx の地上 fx dx になるわけです。でこれね、これ、今から、なんすかこれ計算するんすかと思ったかもしれないけど、これ計算しなくていいよね。これ見覚えない？この人、これ fx がかかっててマイナ無限大からプラス無限大まで積分してるから、こいつの期待値や。でこれなんや、 x 引く μx の2乗の期待値。つまりこれは、平均周り、 x に関する平均周りの事情のモーメント、つまりこれは x の分散やんな。これはってのはこっからここまでね。なんでこれザクッと整理してやるとこうなるわけです。イコール a 事情をかけるシグマ x の事情、 a 事情をかけるx の分散です。これが y の分散。 OK、 これが我々が示したかった求めたかった式です。いいかな。で、計算過程は今の説明で分かってもらえたと思うので、復習だけ、ポイントの復習だけいきましょう。今考えているのは y イコール ax プラス b っていう、変換を加えた時に平均がどうなるか
分散がどうなるかです。で平均に関しては x を a 倍した時にこの a っていうのが残って平均も a がかかってくると。でそこにずらし分オフセット分のプラス b っていうのも足してくる、 足し合わさってくる。なんでこの一次変換と同じ変換を平均にやったのが、変換後の平均になるっていうことでした。でじゃあ次分散は何なのか、 a 次乗倍になる。つまりここやんね、ある変数を a 倍しているので分散に関してはそれが a 次乗倍になる。でなんでこれ次乗になってるのかっていうと、分散は元々の変数のドメインの次乗のドメインやから。いいかな。つまりこれね、別の言い方をすると標準偏差で考えれば y の標準偏差は x の標準偏差の a 倍になるってことです。いいかな。でちなみにこれ今標準偏差っていうのは定義からして正です。なんでここ絶対値をつけて考えてくださいということです。いいかな。あのこれもともとここね、ここ a の次乗、この時点で符号消えちゃってるんや。なんでこれを、スクエアルート取ってまとめるんであれば、標準偏差するんであればここは絶対値を忘れないようにしてくださいということです。でこの標準偏差で見てやるとどういうことになるのかっていうと、ここねもう一回戻ると x を a 倍にするとこの確率密度の幅っていうのも a 倍になりますよっていうのが、実はこういうことなんですよ。標準偏差っていうのは確率密度の幅に対応するって話をしてたね、広がりに対応するって話をしました。なので一次変換型の確率変数の変換によって確率変数が a 倍になるとその分布は a 倍に広がりますっていうのがこの式です。でそれをより本質的な書き方である分散で書くとこういうふうになってます。で一乗のオーダーの標準偏差が a 倍になっているので、次乗、それを次乗した次乗のオーダーの分散っていうのは a の次乗になりますよっていうことです。いいかな。で、もう一個今日は例をやりたいと思います。でそれがもう少し特殊な場合、今の一次変換の場合っていうのは割とシンプルなんや、まあ、シンプルだけど一番重要です、よく使います。でもう一個分かりにくい例があるのでやっていきたいと思います。それが一つの y に2つの、これね僕のノート y と g が区別つかなくてよく注意されるんですが、頑張って書きます。1つの y に2つの x が対応する場合、でじゃあこれね いまいちイメージ湧きにくいと思うんで具体的に書いてみましょう。もういきなり例でいきます。y イコール x の次乗っていうのは変換です。でこの時 x はプラマイ y になるよね。なんで x が1個決まると y は2つになりますというような例です。いいかな。でこれ具体的にはじゃあ例えばどんな例なのかっていうと、f of x がこういうふうに分布してます。でこれが g of y に変換されるんですが x 次乗になるので g of y は、こういう感じの分布になりますということです。ここ0ね、ここは0です、ここ0でこういう分布になりますということです。じゃあこのパターンどうなるのかっていうのを考えてみましょう。で数式でいきますね。でまず考え方は同じです。ここで書くか。g of y いつもの式です、デルタ y イコール f of x デルタ x なんやけど、よだけど1個の y、 1つの y に対して今2つの x が対応している。つまり1つの y に対してプラス x のやつとマイナス x、プラス x のやつとマイナス x のやつ両方が対応しているってことや。でその両方を合わせて確率密度関数のこの下の部分、こういう領域ね、今日の図で何回か出てきたこういう領域ってのは、
保存される、変換前後で保存されるって話になるので、どうなるのかっていうと、ここはごめん、この続きで見た、こいつだけではダメなんですよ。こいつだけではダメなんですよ。これでは、半分しかありません。ここにマイナス x のパターンっていうのもいるわけ。f of マイナス x かけるデルタ x。この2つを足し合わせて初めてこれに対応します。いいかな？なんでこのパターン、今考えている1つの y に2つの x が対応する場合っていうパターン。この場合のポイントは、この2つの項を足し合わせて1つとイコールにしましょうということです。ここがもう一番重要なポイント。でその後はただ、いつものように計算していくだけってことになります。いつものようにって、まあ、今日初めてやりだしたわけですけど、計算していくだけってことになるわけです。で、実際やってみると G of Y、でこのデルタ X が DY になって F of X DX 足す、F of X のマイナス X。ちょっとこれもあの教科書に合わせて絶対値記号をつけずにやっちゃうね。あの結果は同じになります。でこういうふうになりますと。でこれ整理すると G of X イコール括弧して F of X プラス F of マイナス X の DX DY になるわけです。で、ここまで来ると次に気になるのがこの人一体どうなるんですかってことです。この値、これが具体的にどういう形をとってるのかっていうのを知る必要があるよね。で、これ考えてみましょう。dxdy。これは、プラスマイナスルート y。これの y 微分やんね。これですよね。 x を y で表した関数を y で微分する。でそれが dxdy です。なんでこれ実際に計算してみましょう。これ計算できるかな。できるよね。2分の1の、ルート y 分の1です。で今これあの教科書こういうふうにうまいことやっちゃってくれてるんやけど、こいつら両方とも正だって考えて、このここかずっと戻るね。例えばこれだとここの大きさだけ、もともとデルタ x デルタ y で大きさだけを考えているので、もうこれ正の部分だけを考えて、こういうふうに2分の1ルート y、分の1というふうにして、これ全体が正になるパターンだけを考えて扱っていれば OK ですということです。で、こいつをここに代入して g of y を求めましょう。いきます。よいしょ。ちょっと残しとこうかな。一応書くね。こいつをここに代入して、この人をここで計算し直します。で、G of Y イコール中括弧の F of X 足す F of マイナス X 中括弧として dxdy なんで、あそうか、これもいらないね。あ、書き直しちゃってるね。 dxdy です。間違った。ごめん、なんか今解説してるふりをして僕の講義ノートが二重で書いてありました。これ同じ式ね。この式とこの式も同じです。で今こいつをここに代入します。で、そうするとこれはこれ残しとくか。こいつをここに連れてきて、こいつね、こいつをここに連れてきて、2ルート y 分の1と。で、これ今日何回か出てきたパターンで、左辺は y の関数なのに右辺 x の関数になってるから、この x にもこいつを代入して y の関数にして、パッとチラ見しちゃった。こいつを代入して y の関数にしてしまいましょうということです。でそうするとここは、あごめん、
これこいつじゃなかったね。いやいいのか、いやいいんです、すいません。今のやつを代入して、この f of x こいつらもこいつらも y の関数にしちゃいましょうということで、 f of ルート y た、引くことの足すことのやんな、足すことの f of マイナスルート y になるわけです。でこれが最終的に得られる g of x の、g of y の形ですということです。でこれ、ここは あくまでも例だけをやったんですが、こういうふうにこれね、1つの y に対して2つの x が対応する場合っていうのはこのパターンで頑張って解いていってくださいということです。じゃあこれで、今日の内容全部終わったので、いつものようにざーっと復習していきましょう。最後の復習の時間です。今日勉強したのは確率変数の変数変換です。これは例えば確率変数 x を y に変換するってことです。でこれも変換するのは変換するだけなんですが、何が問題になるのかっていうと、この変換をすると確率密度 f of x が確率密度 g of y に変換されます。なんで今日のテーマは確率変数の変数変換と言いながら、実は僕たちが見ていたのは確率密度を変数変換したとき、変数変換したときに確率密度がどう変換されるのか、これが実は今日の一番のテーマでした。で考え方としては、じゃあそれどうやって考えるのかっていうと、考え方としてはこの元の確率密度があって、それが確率変数の変換によって引き伸ばされたり縮められたりで形が変わります。でこの2つの間、f of x と変換後の g of y の間には保存される何かがあります。それは何なのかっていうと、ある微小量デルタ x と、この確率密度で決まるこの部分の面積、つまり確率そのものですよね。これ密度に幅をかけてるんで確率そのものです。この、面積確率っていうのは変換後も保存されます。でただしこの場合デルタ x がデルタ y に変換されてる、この微小量デルタ x がデルタ y に変換されてるんだとすれば、その間に落ちてくる確率この部分っていうのと、その変換前のこいつっていうのは同じになるはず、保存されて同じになるはずですということです。これが我々が今日使った一番の、トリックです。トリックというか、一番の根本的なポイントです。でそれを使うと、それを数式で表すと、この f of x かけるデルタ x イコール g of y かけるデルタ y になるってことね。でこれを使って、実際にどういうことが行われるのかというのを見ていくと、この確率密度の変換の式というのが出てきます。でこれ今日の、重要な結論の一つです。であとは今日やったことは、これをひねくり回して2つのパターンで、実際に確率変数の変換をしたときに確率密度がどう変わっていくのかというのを見ていきました。で1つ目が、何気に非常に重要なものなんですが、これです。一次変換y イコール ax プラス b の形の変換です。でこれやってやると何が起こるのかというと、こうですね、こういう変換が行われます。ただこの変換自体よりももっと重要なのはこの一般的性質です。で一般的性質っていうのは何なのかっていうと、変換前後の平均と分散がどういう関係にあるかってことです。で結論だけもう一回復習しましょう。まず変換によって平均っていうのはどうなるのか、これは元の平均を同じ変数、確率変数と同じ一次変換をした値になります。なんで y イコール ax プラス b って変換をしたんだったら、変換後の平均 μy は a かけ μy プラス b になりますということです。で一方で、分散はどうなるのか、分散はこの一次変換による引き伸ばしの影響、もしくはこう縮まるって影響、この A の倍率の影響ですね、これを受けます。でじゃあそれどういうふうに受けるのかというと、これは2乗のオーダーで受けますということです。なんで2乗なのか、なぜなら確率密度の幅っていうのはこの分散のスクエアルート、標準偏差、これで決まってたね。なんでこの標準偏差はさっきの確率変数の変換の倍率の項を1乗のオーダーで受けてます。なんで
確率、分散の方は2乗のオーダー、今ちょっとこれ説明因果関係をごまかしちゃったけど、こっちの分散の方が基本なんで、分散の方が2乗のオーダーになります。なので、標準偏差っていうのは1乗のオーダーになる。そしてそれは我々の直感とも一致しますっていうのが正確な表現ですね。いいかな。で、その上で少しトリッキーな例として、1つの y に2つの x が対応するような確率変数の変換っていうのをやりました。でこれちょっと例が、イメージが湧きにくいので、もいきなりこれは例で進んでいって、ここでは y イコール x の2乗っていうタイプの変換をしました。この時には x イコールプラスマイナスルート y っていうので、1つの y に2つの x が対応してます。でこの時の考え方のポイントは、今日の基本式、これね、やっぱこれは使うんだ。あれどこだ、あこれね、今日の基本式こいつを使うんだけど、こっちの右辺が、2つ、対応する2つの x に分かれて2個考えないといけませんっていうことですよね、でした、ということでした。それがここです。これ左辺はさっきの基本式 の一般的な基本式の左辺と同じです。で右辺には2個出てきて、 f of x かけるデルタ x と、そのもう1個対応するやつ、この、さっきの例だと、今考えている例だと f of マイナス x のデルタ x、 この2個が出てきます。で、あとは同じように計算すると、最終的にこの g of y の変換式が出てきますということです。いいかな。で今日のところ、考え方は非常にシンプルだと思うので、もう一回ノート見直して自分の頭の中で考え方をしっかり、整理して理解しておいてください。でその後個別のところは計算のトリックとかってちょっと面倒くさいと思うんですが、きちんと見直して、できれば実際教科書も見ながら手を動かして復習しておいてください。それでは、今日の第4回の確率論の授業以上で終わりたいと思います。